領主の気配。よし。はっ。ひとまずは安全か。いつき、近いぞ。やっ。せい。敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。てらっ。せい。初めて見るやつだ。慎重に行こう。難しいかも。走れ内向。この日を逃すな。みんなついてきて。これで。こいつ初めて見るぜ。なんか初めて見るのがいるよ。セッション全部投げ倒すよ。始めよう。思った通り。こいつで最後だ。みんなで掴んだ勝利だね。敵の気配は消えたようだ。気をつけろ。はっ。戦いは回避できたか。なら勝てる。自信はないけど。絶対この攻撃だ。遅い。ここか。俺から行くぜ。とどめ。さて。この攻撃だ。パリの刃よ。この日を逃すな。一番やり。すげえ俺たち。お疲れみんな。俺の技、今の樹なら使いこなせる。うん。ひとまずは安全か。けっ、いきなりか。はっ。じゃあ。
俺を構えろ、イツキ。せい。まずい、気をつけろ。ヒーロー参上。てな。逃げるぜ。俺が力になる。行くぞ。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。ひとまずは安全か。回避できたか。やだ。死ね。敵だ。一気に決めろ。せい。せい。はっ。やっ。戦いは回避できたか。俺が力になる。行くぞ。はは回避できたか。
おいらっしゃい先輩。やっ、ひとまずは安全か。おいらっしゃい先輩。ひとまずは安全か。倒してやるよ。すべて焼き尽くす。油断はできない。了解。よし、セッション行けるぜ。遅い。この日を逃すぞ。俺に続け。とどめ。終わったらパフェ食べるんだから。いつでもいいぞ。食べ過ぎは禁物。飛んでっちゃえ。まずは俺が。そして最後だ。ご声援ありがとうございます。俺が力になる。行くぞ。やっ。戦いは回避できたか。せい。気をつけろ。敵の気配は消えたようだ。敵だ。一気に決めろ。せい。はっ。先輩らしいとこ見せねえとな。燃えろ俺の炎。こいつ強いぞ。この攻撃だ。了解。クロムみたいに。俺は負けん。俺から行くぜ。よっしゃ。私も頑張らないと。セッション行ける。切り裂いて疾風。始めよう。そして最後だ。みんなで掴んだ勝利だね。俺のとっておきだ。受け取れトーマ。いいか、俺を構えろ、イツキ。はっ。敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。せい。戦いは回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。
敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。戦いは回避できたか。気をつけろ。敵の気配は消え、気をつけろ。ひとまずは安全か。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。戦いは回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。てあっ。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。ひとまずは安全か。な、何？てら！敵だ。一気に決めろ。てら！ま、負けねえからな。よし。すべて焼き尽くす。始めよう。任せた。任せて。決まった。自信はないけど。準備 OK だよ。し
しびれろ。やった、セッション行きます。決まった。終わったらパフェ食べるんだから食べ過ぎは禁物よ。飛んでっちゃえ、大成功。いいぜいいぜ、この日を逃すな。貫け。おお、どうしよう。走れ雷光。私の番だよね。それで弱点を攻めろ。切り裂いて疾風。やった倒せた。ついてきて。やった。俺も負けてられないな。それよ、しびれろ。そこか。私から行くね。決まった。うひ、まだ倒れねえの。それよ、燃えろ俺の。ついてきてよろしく。絶対決めるね。やった、私たちの勝ちだね。この調子でガンガン行こうぜ。この力受け取って、翼。やっ、いいこそ。俺を構えろ、イツキ。てら。せい。敵の気配は消えたようだ。イツキ、近いぜ、イツキ。え、うん、よし。に何をした？耳を塞いであげただけよ。聞きたくない言葉を聞くのって苦痛でしょ？そうよね、アヤハ。そんな、誰？翼！イツキ君。怖がることはないんだ、翼は。ただ歌で、おね、だから歌うんだ、翼。私は、昔一緒に歌ってくれたあの時の優しい笑顔と歌を絶対にお姉ちゃんに伝えてみせる。
私の呪縛を解くなんて。でもまだいる。あや。あやは誰の声も聞く必要はないわ。そうすれば雲を。あなたにはダメ。言葉に耳を貸さない。 あんな小娘の言葉に耳を貸す必要なんてないわ。でも翼は妹、お姉ちゃん、アヤハの心をこんなにも乱す存在、そう殺す。助ける。行こう、クロム。ああ、くそ、逃げやがった。いつでもいいぞ。たぎるぜ。まずは俺、この日を戻すぞ。カインの力を使いこなす。いいね、くらえ。まずは俺が言ってくれ。お前の判断を信じるぞ。やってみる。いけるいける。よかった、俺に任せて。ありがとう、私頑張るね。すごいわよ。わあわあわあ、しっかり立たなきゃ。集中して。せっ、わっ、はぁ。どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。しゃあ、どんどん行くぜ。もらった。どうよ、毒に侵される気分。翼の力見せてあげましょう。うん、シーダついてきて。失敗しないといいな。切り裂いて疾風。あれ始めよう。決まった。すごいわよ。走れ、ナイト！
油断するなよ、トム。わかってるって。それで弱点を攻めろ。任せろ。ありがとう。私、頑張るな。目覚まし、うざったいのよ。まだ倒れないのか。準備 OK だよ。バッチリ合わせるからね。足内向。ここか。みんなついてきて。決まった。仕事に遅れねえようにな。準備 OK だよ。すべて焼き尽くす。聞いたぜ。ついてきて。よろしく。まで。いつきくん、いや。待たせて。助かった。せ。俺はお前を信じているぞ。頑張るよ。準備 OK だよ。よっしゃ。やったね。俺らのコンビネーション。見せてやろう。よし、もう一頑張りだね。いつでもいいぞ。吹き飛べ。まずは俺が。やった。うわ。おっと。俺はお前を信じているぞ。頑張るよ。準備 OK だよ。ちぎれろ。ここか。セッション行きます。決まった。かっこいいとこ見せないと。どうや、俺の槍は。どうや、毒に侵される気分。もう目覚ましい、うざったいのよ。次はどう攻める。そうだな。よし、この日を逃すな。切り裂いて疾風。まずは俺が。この先は勝ちだ。我々の同胞はいい戦いはまだ。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。うん。この力、受け取って、翼。いいかしら。こちらの世界にやってくる。翼。お姉ちゃん。翼の歌、私が負けなかったのはきっと大好きな翼の歌声のおかげ。ありがとう。キリアさん、もう怪我は大丈夫なんですか。おかげさまでね。それより月、綾葉を助けてくれて。それは
翼に言ってあげてください。そうね、いつの間にか大きくなっちゃったね、翼。渋谷も復興したし、事件も無事に解決。よかったよかった。いつきくん、とうまくん、つばさちゃん、君たちならやれると思っていたわ。さすがは。さーて、これで今日もお酒が美味しい。とっておきのポンシュを開けちゃおくと。その前に、今回の事件でミラージュに関して分かったことがあるわ。奴らは組織で動いてるってことですか？そうね。敵は異世界から組織だって攻めてきていた。前から少し考えてはいたのよ。今までは小規模だったからわからないだけで、あいつらには黒幕がいて、実は組織だって動いてるんじゃないかって。それに関して一ついい？今後は樹たちと一緒に戦おうと思うの。それがいいでしょうね。キリア、この子たちの面倒を見てあげてね。そのことなんだけど、戦闘中の指揮は樹に任せようと思って。うん、なるほどね。あの、俺なんかで大丈夫なんですか？最も合理的な提案をしたまでだけど、樹、あなたが今回成し遂げたことを正しく認識しなさい。素直に樹君の実力を認めたって言えばいいのに。とにかくそういうわけだから。それじゃ あこれからはキリアさんと一緒に行動することが多く。そういうことね。よろしく、翼。ああ、キリアが微笑んで私によろしくって。こちらこそ。ふつつかんものですが、今後とも大変末永くお日柄もよく。翼、よろしくお願いしますだけでいいと思うよ。よろしくお願いします。面白いかね。俺と樹のコンビにキリアさんも加われば最強だな。俺とトーマのコンビだけでも最強だと思う。あら、言うじゃない。口だけじゃないところを見せてね。さてと、先にキリアにサプライズやられちゃったけど、私からも報告が一つあります。実はこの事務所に新しいお友達。皆さん、お疲れ様です。え、お姉ちゃん？翼には秘密にしてたけど、私これからしばらくこの事務所でスタッフ。いずれ芸能界に復帰してもらうつもりだけど、それまでのリハビリみたいな感じね。翼ちゃんが練習サボってたらビシッバシッお尻を叩いてもらおうと思って。それと樹くんはこの後ちょっと社長室に残って。え、俺ですか？私と秘密で濃密で蜂蜜な個人レッスン、心配っしょ。冗談よ。まあ樹くんがその気なら。お願いします。いつきくん、ヘッチ、スケベ、変態、これだから男の人って。
何言ってるんだ。舞子さんは芸能界の先輩でもあるんだから、いろいろアドバイスをもらうべきだろ。俺はまだ歌とか演技とか自分が何に向いてるのかさえ分かってないんだから。あら、そんな真面目な意味で言ったんじゃないのに、いつきくんには通じなかったか。え、なんだか私。じゃ、今日は解散。と、その前に3人ともお疲れ様。彩葉を助けてくれて。話って何ですか？ちょっとした確認なんだけど、いつきくんって何かやりたい仕事ある？やりたい仕事以前に芸能人になる気はないんですけど。釣れないこと言わないの。世間話みたいなものなんだから軽く答えちゃっていいのよ。例えば今回いつきくんは翼ちゃんと一緒に歌のレッスンを受けたわけだけど、歌手になりたいとは思わなかったの？どちらかというと、なるより応援したいです。応援？翼の応援です。だから今は自分がどうとかより観客の前でアイドルとして歌ってる翼の姿が見たいです。すみません、何もなくて。いいのいいの、いつきくんがそう答える場合もちゃんと想定していたから。え？自分の意思で選んでもらうのが一番だったけど、それならそれでやり方はいくらでもある。あの舞子さん、なんだか俺がどんな仕事をしていく決定してるというか、たった今うちに戦力を遊ばせておく余裕はない。なのでいつきくんには全てのジャンルの仕事をやってもらいます。全てって、絶対に無茶です。正気ですか？無茶も通せば正気になる。これからどうやって売り出していこうかしらね。あ、それといつきくん、もう一つ、あなたにはみんなの面倒を見てあげてほしいの。俺がですか？これだけ若者が集まってるんだもの、みんないろいろ悩みとかあるのよ。だからいつきくんにはみんなを助けてあげてほしいなって。ほら、心はあ、いつきくんそういうの向いてると思うの。今回の一件で、それに芸能人である彼らに寄り添い手助けしてあげることはあなたにとっても絶対に力になるわ。だから頑張りなさい。さあ一緒にスターダムへ駆け上がるわよ、いつきくん。